どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度、問い71から問い80までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。引き続き第2章の内容となります。問い71番、目、鼻、耳などの感覚系に、感覚器官に関する次の記述の制御について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A はこれ、小視体はその周りを取り囲んでいる毛様体の収縮弛緩によって近くのものを見るときには丸く厚みを増し、遠くのものを見るときには扁平になりますよというところでは、はい、これ小視体の記述ではなく、こちら水晶体の記述ですね。はい、水晶体というのは、遠近の終点調節を行っておりますので、そんな、ところになります。なのでこの小視体というのはですね、水晶体の奥にあるゼリー状のところになるのが、この小視体というものになりますので、なので今回言っているのは、あ、水晶体のことなんだなと気づいていただくことがベストだと思います。はい、なので A は誤り、それから B、 睡眠中は起きている、間以上に涙液が分泌されており、いや違いますよね。そう、それだったらもう寝てる間にもうバシャーって、びっしょびしょになっちゃいますので、なので、ごめんなさいね。睡眠中はですね、この涙液の分泌がほとんど行われていないので、なので、目やにとかが溜まりやすいのはそういった理由になってきますので、B は誤り。それから C と D は、正解となりますので、特にこの D のところ大丈夫でしょうか。特に内耳のところ、これ、下牛のところと、それから前提のところ、それぞれ、下牛が聴覚器官だな、前提が平行器官だったな、というところも押さえておいていただきたいと思いますし、さらにですね、前提も分かれておりましたよね。はい、加速度を感知するところが何だったかなと。そうですよね。自責期間というところになりましたね。それからあとは、回転傾きとか感じてるのは、そう、半期間というところがありましたので、ぜひそのあたりももう一度思い出していただきたいと思います。はい。ということで D は正解なので、答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い72番です。脳や神経系の働きに関する次の記述の制御について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A なんですけど、脳において、血液の重要循環量は心拍数の 15%、それからですね、酸素の消費量は 20%、それから、脳の血管は末梢と比べて物質の透過に関する選択性が高いため、ブドウ糖の消費量は、全身の約 5% と少ないですよとあるんですけど、これ違いますね。何かというと、後半のところ、ブドウ糖の消費量というのは、5% ではなく 25% になります。はい、なので、ここの数字、ちゃんと、覚えておりますか、皆さん。わかりますか、大丈夫ですか、ちゃんと覚えて、といてくださいね。このあたりは、受験対策講座のところでもお話、私しておりますので、ぜひぜひ覚え方、そう、やりましたよね。ちょっとだけやりますよね。酸素は、そうですよね、酸素は、O2 って書きますよね。O2 ってちょっと2は大きいですけど、でも、ギャグから見ると、そう、20% とかっていう覚え方がありましたよね。ぜひぜひですね、皆さんそのあたり、もう一度動画などで確認していただきたいなと思いますので、皆さん頑張りましょう。はい、ということで、ぜひそんな感じで覚えていただいて、ここの数字、すごく大事なんで、よくいろいろ引っ掛けてきますので、気をつけておいてください。はい、では次、B ですけど、小児では成人と比較して脳内の毛細血管が未成熟であるため、それを補う血液脳関門が、発達しておりとあるんですけど、これ小児、これ第一章のところでやりましたね。小児に関しては、血液脳関門は未発達です。なので、脳に悪いものがいかないようにするところが、この血液脳関門というものになるので、そこが未発達ということは、脳に悪いものが行きやすい。だから、お薬とかは、気をつけなくちゃいけないよっていうのがありましたね。はい、なので、ここ発達ではなく、未発達となりますので、B は誤り。そして C は正解。そして D、自律神経系は交感神経系と副交感神経、からなり、そして交感神経系は、瞳孔三大、それから、そうですね。気管支の拡張、そうですよね。それから腸の運動、更新、そして緊張状態に対応した体制を取るように働きますよとあるんですけど、これ違いますよね。そう、瞳
こだかわかりました？そう、腸の運動更新、これって違いますよね。腸の運動更新ということは、腸めちゃめちゃ動くってことです。だから、興奮してると、うわーとかって興奮してると、腸ブワーって動いて、消化吸収とか、あとは排便とかってしないですよね。そう。だから、興奮してる時に、あーなんかうんち行きたくなっちゃったってなんないと思いますので、なので、ここ、腸の運動更新じゃなくて、低下となりますから、ここ、もう一度、交感神経、副交感神経の各臓器の働き確認していきましょう。はい、ということで、D は誤りなので答えは1番が正解でした。では次行きましょう。問い73番です。薬の生体内運命に関する次の記述の最後について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B、C、正解となります。このあたりもですね、特に一度でですね、ちゃんと読んどいていただきたいと思うんですけど、そして D、消化管より吸収され循環血液中に移行した有効成分は主として腎臓に存在する薬物代謝酵素による代謝を受けとあるんですけど、確かに腎臓で、代謝されないこともないっていうのが最近分かってきたんですけど、でもポイントなのは主としてと言ってる、要は主にどこでやってるかしたら、主にはそうですよね、肝臓で行っておりましたので、なのでここのところ間違えないようにしておいてください。腎臓じゃなくて肝臓となりますので、 D は誤りなので答えは1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い74番です。医薬品の材形に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。 A は正解、それから B、 カプセル剤は、カプセル内に、酸剤や液剤などを、充填した材形でありと、そしてカプセルの原材料としてニュートンが広く用いられてとあるんですけど、乳成分に対するアレルギーを持つ人では使用を避けましょうとあるんですけど、カプセル剤はニュートンではないです。ニュートンっていうのは例えば錠剤とかの周りにある糖異常、あれが、ニュートンとかで使われたりするんですけど、まあ今なるべくですね、そういうアレルギーが出る方も多いので、いらっしゃるので、ニュートンをなるべく避けるようにはしてはいるんですけど、まあでもね、まだ使われてます。で、そんなカプセル剤はですね、主にこちらゼラチン、そう、豚さん由来のゼラチンとかで使われたりしますので、なので、このゼラチンね、豚から抽出した まあ、タンパク質と思っていただければいいと思うんですけど、そういったものからこのカプセル剤、使われております。なので、そのゼラチンに対してアレルギーを持っている人にはですね、使用を避ける必要があります。なので、まあ、今回試験には出てきませんけど、そんなゼラチン、今植物性のゼラチンとかも、植物性の由来のものとかも、パルプとかから作られたりものもあるので、なのでそういったものだとアレルギーとかは出ないんですけど、でもそれちょっとコストが高いので、まだまだね、動物由来のゼラチンというのが使われておりますので、まあそんなところもぜひ、知っておいていただきたいと思います。はい、ということで、B は誤りとなります。はい、それからですね、 C は正解、それから D、チュアブル城は、腸内での妖怪を目的として錠剤表面をコーティングしているものであると。あ、これ先ほど糖異常といったような内容が、こういうものに、糖異常、まあ、その、腸溶性製剤にの内容なんですよ、これ。そうなんですよ。口の中で舐めたり噛み砕いて服用してはならないとあるんですけど、チュアブル錠は噛み砕いてください。噛み砕く。そうなんですよ。なので、こう、腸内で溶けるように作られたものが、そういったものが腸溶性製剤というものになるので、胃で溶けないように、腸で溶けるように、こう、コーティングされているものを腸溶性製剤と言いますから、なので、こちら D は、チュアブル錠は噛み砕いて使っていきますので、舐めたりとかね、噛み砕いて使っていくものになりますので、誤りとなります。ということで答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問い75番です。ショックに関する次の記述について、カッコ内リベキ軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えも2番が正解となります。はい、まずショックに関してはそうですね、アナフィラキシーショックとか、ショックアナフィラキシー、ただのショックということもございます。で、これはよくテレビとかでも蜂に刺されてショック死しちゃいましたとかっていうもののショックが医薬品でよって、起きてきます。で、そのようなところではこの、ショックに関してはすぐに症状出てきます。だから、即時型というところ、なんで、ぜひぜひここのところ
はですね、ショックよく出てくるものとな、よく試験で出てきますから、しっかりと復習して自分のものにできるようにしてあげてください。はい。ということで、問い75番は2番が正解でした。では次行きましょう。問い76番です。医薬品の副作用として重篤な皮膚粘膜障害に関する次の記述について、正しいもの組み合わせは、を選びなさいということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。皮膚粘膜障害というのは何があったかというと、あ、そうですよね。SJS とか、それからあとは、点とかありましたよね。そう。これがそうなんですよ。SJS、皮膚粘膜癌症候群とか、中毒性表皮壊死誘拐症とか、そういうものだったと思いますので、それがですね、皮膚粘膜障害のところに、ここ該当していきます。はい。なので、それを踏まえてなんですけど、A なんですが、38度以上、そうですね、これ合ってます。ただ、後半のところ。急激に悪化する場合には、原因と考える医薬品の使用を中止せず、いや、直ちに中止してください。そうなんですよ。なので、これ、中止せずにというところが誤りとなりますので、直ちに中止する必要がありますから、A は誤り、それから B は正解。B もですね、これ、よく聞かれてきます。両目に現れる急性結膜炎はですね、皮膚の症状とほぼ同時なのかどうなのかというところを聞かれてきますので、ここ気をつけておいてください。はい、それから C も正解。そして D なんですけど、皮膚粘膜癌症候群と中毒性表皮壊死誘拐症はいずれも原因医薬品の使用開始後2週間以内に発症することが多く、そして医薬品の使用開始から1ヶ月を経過するとその後発症することはないためということなんですけど、これ違います。何かというと、1ヶ月以上経ってから起こることも稀にあります。なので、経過するとその後発症することはないためとあるんですけど、そんなことはありません。それで出てくることがあるので、なので医薬品を使用開始から1ヶ月を経過すると、その後発症することはないためというところが誤りとなります。はい。ということで D は×ですね。はい。なので答えは3番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い77番です。医薬品による、肝機能障害に関する次の記述について、正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。なんか、だんだん、テカってきましたね。ごめんなさいね。はい。それで、A は正解。それから B、軽度の肝障害があっても、自覚症状を伴い、そして、主な症状にといろいろあるんですけど、主な症状は合ってます。ただ、肝機能障害は自覚症状がないことがほとんどなので、なので、これ、まあ、健康診断で、わかることが多いですよとかっていうことがありますので、B はこれ、自覚症状を伴いというところが誤りとなります。はい。そして C は正解。そして D なんですけど、肝機能障害が疫われる場合であっても、医薬品の使用を中止することは治療の妨げとなるため使用を中止してはならない。そんなことないです。これは中止してあげてください。特に医療用じゃなくて一般用ですから、市販薬に関しては自己判断で必ず中止していただく必要がございますので、何かね疑われる場合が出た場合はすぐにやめてあげてください。はい。ということで、D は誤りなので答えは1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い78番です。偽アルドステロン症に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A 正解、 B なんですけど、偽アルドステロン症の発症者では副腎皮質からのアルドステロン分泌が著しく増加しているとあるんですけど、いや、この偽アルドステロン症というのは偽物のアルドステロン症というものになります。通常のアルドステロン症ですね、いいですか、通常のアルドステロン症に関しては、副腎皮質からアルドステロンが、過剰に分泌しちゃうんですけど、今回は、アルドステロン症ではなく、偽って言ってます。偽ですね。偽アルドステロン症、偽物と言ってますので、なので、副腎皮質からアルドステロンの分泌が、たくさん出てないにもかかわらず、症状、アルドステロン症の症状が出てしまうというのが、この偽アルドステロン症というものになりますので、なので、著しく増加というところが誤りとなります。はい。ということで、ここ大丈夫でしょうかね。はい。では次行きましょう。今度は C のところですね。主に若年者に生じやすく、と
とあるんですけど、そして高齢者での発症は稀ですよ。違います。これ、銀アルドステロン症っていうのは小柄な人もそうなんですけど、高齢者でも、発症しやすかったりしますから、なので、こちら C は誤りとなります。そして D は正解なので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い79番です。呼吸器系に現れる医薬品の副作用に関する次の記述について正しいものの組み合わせを選びなさい。ということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解なんですけど、B、肺、繊維症の症状は一般的に医薬品の使用開始、1、2週間程度で起こるが、ことが多く、風邪や気管支炎の症状と区別が難しいが、その症状は一過性で自然と回復するため悪化することはないよ。そんなことないです。何かというと、これ、肺繊維症というのは、悪化しちゃう、どん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 、もう肺がかなり傷んじゃってる状態なんで、ここの、今回のこの記述に関しては、間質性肺炎です。そうですね。間質性肺炎です。で、ただその間質性肺炎、悪化すると肺繊維症というのを伴ってきますので、なので、ま、今回はですね、この、肺繊維症でなく、間質性肺炎の記述になって、そして、もし間質性肺炎であればですね、自然と回復することもあるんですけど、悪化すると肺繊維症になるんだよっていうところまで、加えて押さえていただくと良いかと思います。はい、ということで、B は誤り、それから C、医薬品の副作用による喘息は、原因となる医薬品の使用後、1、2週間後に、鼻水などなどが出てきますよとあるんですけど、そうですね。これ1、2週間後というよりも短時間にですね、1時間以内とかに出てくることもありますので、なので、ここ、1、2週間後ではなく短時間に比較的出てくるんだなというところ、となります。なので C は誤り、そして D は正解なので3番が正解となりました。はい。では次行きましょう。最後ですね。問い80番です。循環器系に現れる医薬品の副作用に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。はい、A、B 正解、C なんですけど、医薬品により循環器系に生じる副作用は、有効成分またはその代謝物による直接的毒性が原因のため、腎機能や肝機能低下による影響は受けないよとあるんですけど、これ違います。影響を受けちゃいますので、なので、ここ、最後のとこ、受けないじゃなく、受けるんだよというところで押さえておきましょう。はい。ということで、ここまでがですね、第2章の、後半戦すべてとなりました。いかがだったでしょうか。特に、最後の医薬品による主な副作用、これはですね、近年、取材が増加傾向にありますので、ぜひぜひですね、苦手だなって思うところはですね、しっかりと、復習して、自分のものに確実に、しといていただきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問などにお答えしておりますので、ぜひぜひ下の概要欄からよろしくお願いいたします。はい。それでは本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。